パパラッチ第2回目になります。でパパラッチタイトルが僕もねまだ頭の中に完全に定着してなくて、パパの本音と頭の中を根掘り葉掘り聞き出すトーク番組ということで、まあ、要はお父さんってあんまりね自分から言わないじゃないですか。俺こうやって考えてるからこれも分かってよとかいちいち言わないけどお父さんだって考えてることあるよってのあると思うんで、ちょっと代わりに僕が根掘り葉掘り聞いちゃってあお父さんもみんな頑張ってるんだみたいなの見えたらいいなっていう番組でございます。はい、で、今日は前回と違って、アトリアからは女性代表で、はい、新井萌さんに来ていただきます。独身女子からの意見です。新井です。よろしくお願いします。独身女子からの意見、はい、そうめちゃくちゃ、ね、大事な意見ですよね。それはこんなパパと結婚したいなっていう気持ちを逆にならないように頑張ります。大丈夫です。で、今回のゲストは、はい、大阪からね、仕事の都合でたまたまいらしたタイミングでご出演いただいてるんですけれども、大阪を中心に、まあ、大阪を中心にというか大阪で、7つの、アートな保育施設、はい、子どもナートというのを運営されてる、泉誠さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。とはいえこういう緩い感じなんで僕らはハイボールをいただきながら、はい、やっていきたいと思います。でちょっと今日はお父さんの本質を探る配信なんで、あんまりこう仕事ビジネスの話にはしたくはない、うん、イベントなんですけど、はい、泉さんに関してはやっぱり保育っていう子供との接点のある仕事をされてるんで、ちょっと前半に保育施設を運営されている方としての考え方をちょっと聞きつつ、うん、はい、後半に、その保育施設を運営していることが家庭とかそのご自分の育児にどう生きているかとか、うん、そういったことを聞けたらなと思ってますので、うん、はいはい、よろしくお願いします。はい、あんまりビジネスっぽい話にはならないと思います。ですよね、うん、ビジネスじゃないです、ね、してる感ないです、うん。はい、じゃあ まずね、すいません、 僕の素朴な疑問で、はい、限られた時間なんでいきなり聞いちゃいますけど、うん、はい、アートな保育施設ってすごい気になるじゃないですか。気になります。なんとなくイメージは絵を描いてる子どものイメージが浮かんだりとか、うん、なんか図工というか工作をしてる絵が浮かんだりするけど、うん、具体的にどういうことをしているのかなとか、どういうコンセプトで、運営されてるのかなっていうのが気になるんですけど、うん、その前にそもそもなんでアートなのかなっていうのを、うん、こうご自分の、はい、まあ、経験も踏まえてお話しいただけたらと思いますが。そうですね、まあ、なんでって聞かれるとそもそもそれ以外に選択肢がなかったっていうか、僕はずっとその勉強をしてきてて、で、まあ、そうなんです。ずっと美術の仕事をしてたので、自分が子供が生まれて子供と向き合う時に僕が持ってる知識とか技術とか経験を生かして子供と関わる時に何ができるだろうって思った時にアートしかなかったんです。へえ、素敵や。ほらほらほら、ちょっと入れてみて。焼き込み状態。そうか、じゃあ、まあ、学歴でいうともう中高の後は美術系に行ってる。そうですね、美術の大学を出て、で卒業した後、まあ、大学の助手を何年かやったり、専門学校とかで講師をしたり、で自分で会社を立ち上げて美術制作の会社をやってたんで。あ、そうなんだ。もうガチでじゃあ美術で行ってるんですね。それ以外自分にできることがうまく見つからなかったんで、うん、で子供と関わるときに自分が一番胸を張ってパパこんなもんできるよとかって言えるのってアートかなって思ったんで、それをきっかけに子供との接点を見つけていったっていう感じです。はあ、はあ、でもご自分の子供との接点っていうことですよね。そうですね、はい、でもそこからいきなり自分の子供にこうアートを接点に何かを伝えようってなると思うんです、うんうんうん、僕だったら、うんうん、それを多くの子供たちに対して
まあ、保育施設を開くってなるとやっぱりいろいろ覚悟が必要な中で、ご自分の子どもたちだけじゃなくて多くの子どもたちに対してそうしたいって思うなんかモチベーションっていうのはあったんですか？全然初めは何にもそんなことは考えてなくて、ただ自分の子どもが好きにできるスペースを作りたかったんですよね。あ、やっぱりもうじゃあ本当にご自分のお子さんっていうのがエネルギー源なんですね。はい、でその子たちが、まあ、自宅でやられると、うん、まあ、自宅をめちゃくちゃにするっていうのはちょっと抵抗があったので、だから好きにしてもいい空間を作ってあげたいと思ったんですよ。うん、なるほど、はい、本当にめちゃくちゃになりますからね、子供にやりたい方をやらせると、はい、でここだったらいいよっていう場所を作ってあげたら怒らなくていいじゃないですか、うん、壁に絵を描こうが、ね、床に何かやろうがあ、いよいよ別にもう全部これ張り替えるから大丈夫って言える空間があればいいなと思って、そこを作ったら意外と結構うちの子以外の子らも来るようになって、で、まあ、保護者の方もそういうところで子供を遊ばせたいっていう方が結構多かったんで、なんか預かってるうちにどん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 増えてきて、ちょっとあれみたいな増えちゃったな。で僕の初めの、いや違います、初めはもうアトリエです。はい、でもこんな人数いるならみたいな、それ最高の流れですよね。最高の流れすぎません？だからちょっと大きい子らばっかり来るかなって思ってたら、意外と1歳2歳ぐらいの子らもたくさん来るようになって、でその子らの方が面白いんですよ。何するか分かんないからこっちも、うん、めちゃくちゃやりたいね。でなんかそういう子らがでもおむつも買えなきゃいけないし、お弁当とおむつ持ってきて今日一日お願いしますとかって言われると、あれこれは何だろうって確かに何の場所みたいな、はい、すごいすごい。でもある意味だから 本物の本当の始め、ね、本物ですよね。まさにこうなってく、うん、保育園になってっちゃったみたいな。そう、あの安心して預けてもらえるようにちゃんと一応なんかその保育っていう形を取れる施設を作ろうかなっていうのが始まりですね。あーすごい、なんかビジネスプランがあってとかそういうのは全くないんですね。あの借金しかしてないです。あの勢いだけで行ったんで。素晴らしいですね。まあ分からないけど、僕が奥さんだったら、はい、あのなんて言うんだろう、それをじゃあやるって言った時に、あでも確かにそうか、まあ、奥さんじゃなくて自分自身でまず不安というか、はい、やっぱりじゃあそのアトリエとしてやってたら子どもたちが集まってくるこう平和な空間と、実際責任を負って保育するっていうところの決断って絶対的に何か境目があるじゃないですか、はい、そこはそこも考えないでスルッと言っちゃったんですか？え、僕が考えなかったかどうかってことですか？はい、いやそれはやっぱり考えましたよ。はい、ただ奥さんには言わなかったです。え？みんな凍りついたんですか？はい、え、いや言ったら絶対反対されると思ったんですよ。まあそうでしょうね、うん、大体、はい、でもう後に引けないところまで行って言いました。おっていうか僕が言ったわけじゃないんですよ。バレちゃった。結果的に見てその当時大阪市で保育ママっていう制度ができて、で保育ママっていう制度の中で僕は資格を取って大阪市の許可をもらって施設を作ったんですけど、で保育ママって言ってるのにどう見てもおっさんなんで、でその、まあ、研修受けてる時も男性僕一人だったんですよね。はい、そうするとあのテレビの取材が入った時にあれママなのにおっさんがいるぞみたいなので僕に密着取材が入って自宅にも来てバレるそれは。でえこれ何の取材って奥さんが言って、でテレビ局の人がいや旦那さんこういうことをされてるんですけどどう思われますかって言って、もうキョトンとして何の話みたいな、うん、えすごっ お金どうすんのって言われました。マスメディアからバレるカメラ止まってからテレビの前でお金の話しないでって言いましたけどなるほど、はい、いや衝撃的ですね。そうなんですね。じゃあでもまあ自分の中で葛藤はあったけど、うん、そこはじゃあ言わずにまずは形を作ってしまおうと。そうですね、うん、なるほどね。まあ当時まあ、うちもその時多分子供2人いて、うん、で結構やっぱり子供を見てたんで、なんかその延長上でまあそのアトリエやってる時もよその子が来ても結構やっぱり見れそうだなって思ってたんですよね。なんとなく子供見れるんじゃないかなって思って、でやっぱりなんかね、お母さん困ってるお母さんもいっぱいいるじゃないですか、うん、なんか近くに友達もいないし、ね、おばあちゃんとかもいないし預けるとこもなくてって、で
そういう人たちがいっぱいいるなっていうのを感じた時に、僕が何かそういうことができれば、それで救われるお母さんとかもしかしているのかなって思って、だいぶキュンキュンするんですけど。でもあれですよ、あのそこだけ聞いてるとすごいいい話っぽいですけど、僕はただ可愛いお母さんたちと話がしたかっただけなんです。またまたじゃまた本当のこと言わないでください。そうなんですよ。そうか、いや今ね、会場からのキュンキュンするっていう女性の意見が来たんですけど、いやキュンキュンですね。だって今そういう状況ですもん。いや、いっぱいいますよね。そうなんです、いっぱいいるんで、本当にいっぱい来るんですよ、そういう方が。あ、なんかいきなり結構確信に触れちゃったな、それは本物だなみたいな。だいぶもう、でもなんかじゃあそのやるぞって決める覚悟を決めるときに、ご自分の中で楽しいからっていうモチベーションだけじゃやっぱダメじゃないですか、はい、誰かが喜んでくれないと仕事としていけないけど、はい、やっぱりその時当時集まってくれてた子供とかお母さんたちはこうすごく満足してくれてる感じがすごく実感できた感じ、うん、そうですね、やっぱ子供たちにとって必要なのかなって思ったんですよね。で、それをまあ自分の中でこうアイデアとして出てきて考え出した時に、いろんな保育園全国ちょっといろんなところ見させてもらって、で、あ、なんかやっぱり違うなって思ったっていうのがあるんですけど、そんなこと言うと全国の保育関係の人たちに怒られますけど、まあもちろんね、素晴らしい保育してるところもたくさんあるけど、でもそうじゃないところがやっぱ圧倒的に多くて、これ何のためにやってるんだろうっていうのがあったんですね。子どもたちのためにやってるのか、そこで働いてる大人、まあ、保育士とか先生たちのためにやってるのか、保護者のためにやってるのか、何なんだろうこれはっていうような現状を結構見て、なんかおかしいんじゃないかなって、でじゃあ僕にできること何かある気がするなって思ってやってみようかな。なるほど、熱いですね。すごい、そうだったんですね。キュンキュン度がもう、うん、でもなんか男性の視点がなんかこう嬉しいっていうか、女の人がそう思うのと普通のことで回されてますね。そういうビジネスみたいな入り口じゃなくて、純粋なそういう必要なんだなってやってくれてる園長さんがいるみたいな。いや、だいぶ嬉しいですよね。すごいなんか、別に通わせてないけど、安心する、うん、この園長先生なら通わせないってなりそうですよね、うんうん、そうですよね。そんな気がする。でもそうか、でもじゃあそれ一個始めたら、うん、やっぱり集まってきて、ちょっと入りきらないなってなって、ね、はい、2つ目ですね、はい、そうか。もうじゃあなんか聞かなくても、な今7つ運営されてるけど、はい、それが連鎖して連鎖して広がって、そうですね、だから思いも何もコンセプトも変わらず、はい、そのまま大きくなってるっていう感じなんですかね、はい、だから今はその、まあ、利用者の方もそうだけど、やっぱ働いてくれるスタッフもそういう思いに共感してきてくれる人がほとんどなので、うん、今はまあやりやすいですけど、いやそれは入れたいですよね。そうか、いや、めちゃくちゃ熱い、すごい、熱い話が聞けちゃったけど、ちょっと最初のところに戻ると、うん、そういう思いでやってる保育施設の中で、やっぱりそのアートっていうものを大事にされてるじゃないですか、うん、はい、具体的には子どもとそのアートの接点ってどういうふうに、うんうん、どういうなバリエーションというか、逆にもう自由なのかとか、そのあたりをお聞かせいただけますか。はい、そうですね、あのまあ、アートっていうとすごい漠然としてるかもしれないんですけど、何か作ったり絵を描いたりすることが目的ではないんですよね。何かこうそのそういうプロセスを通して子どもたちが自分で考えることができるとか、何か不思議に思うとか疑問に思ったりするような、多分アートって本質、そのアーティスト何のためにじゃ作品作るのかってなったら、やっぱり自分がどう生きるかとか、そういうところだと思うんで、はい、それって多分子どもたちに一番身につけてほしいところかな。自分たちがどうやって生きていくのかとか、どうやって自分らしさを見つけていくのかって一番大事なところだと思ってるんで、それを幼児期に体感できる、で自分で考えることができるようになる子どもたちが育ってくると一番いいのかなって思ってて、あとはアートってまあ
言い方悪いけど何でもありじゃないですか、うん、そうですね、うん、でということは答えがないんですよね、正解がないんですよね、正しい答えがないから何をしてもいいけど、そこに対して説得力があるかどうかってすごい大きいと思うんですよね。で、子どもたちが僕らが知ってる正解を教えられるよりも、子どもたちが自分たちで何か新しいものを発見する方が、僕らが何か、ね、大人が知ってることを教えるよりも価値があるんじゃないかなと思って。で、その答えがない世界っていうのがやっぱりすごい魅力だなと思います。じゃあ、まあそのヒントというか、うん、絵を描いてる姿をなんとなく見せたりとか、うん、そういう感じなんですか。これはこうやってこう描くもんだよっていうんではないで、ね、ではないですけど、まあでも例えば僕がその辺で窓に絵を描いてるとか壁に絵を描いてたりとかすると、子供らここも描いていいんだっていうのが思ってくれるし、うん、で描いた後消してたりすると、あ、これでこうやると消えるんだとか、ただ何を描くかとか、そこにね、何を持ってきて何を作るかとかまでは僕らは指示はしないけど、ただその子どもたちができることの幅を広げてあげることはできると思うんですよ。確かに大阪に行った時に見ると、保育園の外側もあれなんか書いてますよね。子どもたちで何て言うんだろう、まあ、装飾じゃないけど、落書き、落書きって言ってもあれでも絵が書いてあるんですよ。で、定期的に変えてるんですよ。そうですね、うん、いや、嬉しいですよね。自分が通う園に外側が自分の絵が描いてあるって。なるほど。あれ、なんか泉さんあれですね。なんですか。喋るじゃないですか、めっちゃ。すごい。何も言えませんよ。ハイボールが美味しいからです。盛り上がり。嬉しい。いや、なんか回り回って聞こうかなと思ってたことが全部出てきたので。ずるずると。おやおやみたいな、いろいろ聞けちゃったぞ。そうか。ちょっともう一個僕の方から先に聞きたいのは、はい、まあもう今だいぶ核心部分に触れちゃったと思うんですけどその保育施設を運営するにあたって、表向きにこう保護者の方々とか対外的にこういうコンセプトでやってますっていう、なんかシンプルなメッセージってあるんですか。はい、そうですね、まあ子どもたちがもともと持ってる可能性をできるだけ僕ら潰さないようにするっていうところですね、うん、なんか伸ばしてあげるとかではなくて、もともと持ってると思ってるんで、それをできるだけ奪わない、潰さないようにするっていうところですよね。そこは一番大事にしたいと思ってるところなんで、ね、いや僕も今5歳の娘がいるんでそれすごい感じるんですけど、やっぱり自分、僕が潰さなくても周りの環境とか周囲の友達とのやり取りの中で自由にやっていいものをやらない瞬間とかって出てくるじゃないですか。なんかそういうのが見えた時、全然そんなの好きにしたらいいのにって思った時って、例えば泉さんご自身はなんか そこをさらにちょっとだけ介入してやってもいいんじゃないとかって言うんですか。それとももう子供同士のコミュニケーションはありのままで距離を置いて観察する。そうですね、そこにはあんまり介入はしないですけど、でもね、言われてたように、やっぱりここで認められてても外に出ると、例えば幼稚園のお友達とか小学校行くと小学校で、中学校で、高校でって大きくなるにつれて、どんどんその自分たちがこれでいいって思ってたことがダメって言われることって増えてくるんですよね。ありますよね。理不尽なことってたくさんあると思うし、好きなことだけやって生きていけるような世の中ではないと思ってるんで、ただそれと向き合った時になんかこうやっぱりこう帰る場所というか自分の拠り所になるところがある方がいいと思うんですよね。でそれってやっぱりこの幼児期とかにしっかり認められて受け入れてもらってるっていう経験があるかどうかってすごく大事だと思ってて、でそれをやっぱりもう小さいうちにもうあれもダメこれもダメって言われるよりは、その間はしっかりとちゃんと受け入れてあげれるような環境があれば、その後多少ね、なんかこう難しいことがあってもなんとかやっていけるんじゃないかなっていう、まあ僕の希望ですけど。やばいですね。涙出そうですよ。ねえ、なんかママに見えてきました。お母さんかな。わかりました。なんかお父さんの方が結構レールに乗せたがるっていう。なんかね、イメージ。お父さんの方がレールに乗せたがる。心配して。たぶん、ちょっとこう、そういう発想のことを考えづらくなるっていう。はあはあはあ、
多分僕自身がレールにうまく乗れないまま大きくなってきたっていうのもあるし、やっぱり美術系の大学とか行くとそういう人らばっかりが集まってるんで、でもみんなそれなりに生きてるし、むしろその方がなんかこう豊かに生きているような感じもするんで、それでもいいのかなっていう気はしてます、ね。じゃあ、預かってる保護者の方々で、まあ、ご夫婦で意見が違ったりとかは、まあ、そこまでは、ね、見えてこないのかもしれないですね。まあでもどっちかがすごくここにうちに入れたいって言って来られてるんだろうなっていうのを感じるところはやっぱりありますけど、それがやっぱりそのママが多いのかパパが多いのかでいうと、きっかけでいうとやっぱり女性の方が多い、まあ、多分ママの方が多いと思いますけど、でもやっぱりそこで過ごしてるうちに、一緒に関わってるうちに、もうパパもママもやっぱり、そこに共感してくれる人はすごい多いですけど。そうか、いや僕結構ね、いくつかの質問を用意してたんだけど、はい、なんかその他の質問の答えもいろいろ出てきちゃったから、結構早くも満足モードに入っちゃってるんだけど、だいぶもう浴びました。お家のことを聞けてない。そう、まあ、まだね。えでもね、時間どんな感じ？あもうでも30分ぐらい。ぐらいね、あじゃあそろそろ。あどうぞどうぞ。はい、折り返し。女性代表から何かありますか？その パパとしての側面で今度はじゃあ運営経営者ではない。今でもすごい聞いてて娘としてっていう感じになっちゃった。なんかうちはこれまあ多分親見てないと思うんですけど、なんかやっぱりそのこういう高校行ってほしい、こういう大学行ってほしい、やっぱそれこそレールというかこうあってほしいっていう、で結局その例えば食いっぱぐれてどうなんか不安にさせてほしくないって、そのやっぱり親が不安になることを避けてほしいみたいなのをすごい言われ続けたところがあって、まあ、今だけこそ結構理解というかいろいろ話せるようになったんですけど、やっぱなんかそこの食い違いというかがなんかやっぱなんかなんだろう、子育てはこうあるべきだみたいな、やっぱ親の中でやっぱあるらしくて、ここから外れたら自分が子育てを失敗したんじゃないかとか、自分のせいで娘がこうなっちゃったんじゃないかって、その結構自己嫌悪に陥るみたいなのが見られたりとかして、なんか逆にそういうなんかママとか、まあ、パパはどうなんですか、あるかもしれないですけど、なんか結構うちは母親の方が強かったんですけど、なんかそういう逆に相談を受けた時になんか本当はもちろん幸せになってほしいから、今ねおっしゃってくださったみたいな育て方をしたいんだけど、知らず知らずにそういうのを押し付けてるかもしれない私どうしようみたいな、お母さんとかに対してもしご相談を受けたらなんかどういうアドバイスをされるのかな。まあ子供を信じてあげるのが一番ですけど、結局分かんないじゃないですか、その今ここにいる子らが、ね、僕らぐらいの年齢になるのって言ったら、まあ30年40年先の未来を想像できるかって言われた時に想像できないし、僕らが5歳ぐらいの時に言ったらこんなネット配信なんかできるような話はなかったし、パソコンも携帯もなかったけど、でもね、だからこういう仕事をしてる人たちがいるっていうことすら想像できなかった時代に、その時の大人が教えていることってその時の大人が知ってることだけじゃないですか。そうですね。だから僕らが子供たちに対して何かこうやっぱりレールを引いてしまうっていうのは、僕らが生きてきた道とかそれまでの経験からしか出せないけど、でもこの子らはもっと先の世界を生きていくんだって思うと、僕らが言うことは何にもないなって思うんですけど。でも確かにそうですよね、分かんないですもんね、分かんないです、生きてるかも分かんない。僕らの時なんてちょうど小学校入ったぐらいの時にファミコンが出だしたんですよね。でみんな夢中になるじゃないですか。で夢中になるとゲームばっかりしてるとろくな大人にならないよっていうのはみんな言われてたんですよね。でもそのゲームばっかりやってたやつが今なんかゲームのデザイナーやってたりとか、ね、なんかそういう会社で立ち上げたりとかやって、俺より稼いでんじゃねえかとか思うんですよね。アニメもそこまでな。そうですよね、アニメや漫画もそんなもんで、ろくな人にならないよって言われてたけど、今やですね。そうです、それが一つの文化としてちゃんと成立してるわけだから。そうか、いや僕も実は萌ちゃんと同じで、結構親にとっての理想というか、逆に親はそれが当たり前で、その僕に対して良かれと思っていろいろ準備をしてくれて、やっぱ僕の中ではそれがすごいちょっとこう窮屈だなっていうのも感じながら来て、結局こんな風になっちゃってるんですけど今となってはすごい感謝しなきゃいけないことだし、
ね、お金だってかかるわけじゃないですか。でも娘にはどちらかというと泉さんに近い接し方を今してて、だからそういうふうに育てた子がどうなるかっていうのは実体験では僕はないから分かんないんですけど、でもおっしゃったようにもう20年後じゃないですか、大人になるのって。20年後に、20年前と今全然違うし、20年後のことって分かんないから、なんかね、キラキラ輝いてる子供であってほしいなっていうのしかないんで、なんかすごい素敵だなと思います。どうなるか分かんないから、結局その子自身が自分で考えて問題解決できる力っていうのがあるのが一番だと思う。それが一番まあ強い、ある意味強いですよね。というか安定って自分の中にしかないですよね。じゃあそれができるような教育ができれば一番いいのかな。素晴らしいですね。そんなこと言ってるけど、うちの娘今中2なんですけど、なぜか小6のもう年明けぐらいに急に私受験しよっかなとか言い出して、今普通に私立の中学校行って すっごい勉強してるんですけど、ね、そんな自分で選んだから。でもね、自分で選ぶ自由があるって、なんで何やってもいいよって言って、なんで勉強してんだろうって僕は思うんですけど。いいですね、選んででも勉強したいって言ってるね。いや、選んだ結果の勉強は最高ですよ。ね、それはね、やらされる勉強じゃないから。なるほど。じゃあちょっと僕の方から、はい、僕も預けてる身なんで、はい、保育園に。その自分で、今の先生すごく良くて、子供が楽しく友達も作って、いろんなことを覚えて帰ってくるんで嬉しいんですけど、保育施設を運営されてて、他の、ね、家庭の子供をいっぱい見てるじゃないですか。で、そこでのコンセプトとか、与えてることと、ご自分の家庭で自分の子供たちに与えたり接する態度って全部こう一貫してるんですか？それともやっぱり家庭は家庭でちょっと違う、どうせ親父だからみたいな力学が働いて、そううまくはいかなかったりとかって、なんか差ってあるんですか？そこはそんなにないですけど、ただうちの保育施設であれば職員もみんな僕の理念がを、まあ、理解してくれて、それをみんなで同じように、まあ追求していってるんで、まあ、子どもたちに対する関わり方も、まあ、ある程度一定してるんですけど、まあ、家庭内にじゃあって話を持っていくと、僕と奥さんのじゃあその教育理念が一致してるかっていうと、そうでもないので、難しいとこですよね。まあ、なんか僕はいいよって子供が何かやってて、あ、いいよいいよ、まあ、好きにやればいいじゃないって言っても、それやっぱりダメってこっちから言われたりとかすると、おい、ちょっと待ってくれって思う時もあるし、逆に向こうがこれしなさいとかって言ってる時に、俺がいや別にやりたくなかったらやらなくてとか言うと、向こうもイラッとすると思うんですよね。まあしますね。あ、でもなんか僕はうちもまあたまにそういうことあるんですけど、子供にとって一番いいのって、ボールが飛んできた両方の意見があっていいんだっていうことが家庭の中で容認されてる環境ってすごいいいと思ってて、パパこう言ってて私はそれがいいと思うけど、ママはダメって言ってるけど、でも そんな2人が一緒にいるっていうことがすごいじゃないですか、寛容というか。で、時には私これに関してはママの意見に賛成だけど、パパは反対って言ってるけど、でもそれをね、別に母ちゃんの言うことは絶対聞くなとかっていうわけではないじゃないですか。自分で選べよってことですよね。そうそうそう。いや、それはいいですよね。すごいなって思います。なんかうちの奥さんはブレないんで素敵、私はこうっていう、そこはブレない、かっこいいですね。絶対この方がいいって言ってんじゃんって一生懸命プレゼンするんですけど、全然こう響かない。私はこっちって。そうそう。素晴らしい。かっこいい。あ、でもいいな。なるほどね。そうか。で、お互い軸はぶらさずに言ってるんですね。そうですね。だから子供は今自分の都合のいい方を選ぶんでしょうけど、その時その時で。ちなみに今お子さんって何歳と何歳なんですか？今、上が中学校2年生で、下が5年生です。か、女の子、男の子、ね、女の子、男の子、はい、アートはたしなむんですか？上の子はすごい うまいっていう言い方がちょっとどうかわかんないですけど、うまいです、はい、
下の子は5歳ぐらいまでこいつは天才児だなと思ってましたけど、5歳児と今との違いが全く分かんないです。あー、なるほど。それはなんか技術的な問題ですか？そうです、はい、でも書くのやっぱり好きで、なんか書いたり作ったりは、うん、でも作ったりするのはなんかもしかすると多分僕よりもすごい感性持ってるんだろうなとは思いますね。なんかすごいなんかどこからこの発想出てくるんだろうっていうところはすごいあるし、なんかこうその作り出してからの集中力とか、なんかそこはすごいなって思うことはたくさんありますけどね。お姉ちゃんは逆であれですか、本当にテクニカルにもう上手な感じ、はい、だからあの多分万人受けするタイプですね。誰が見てもうまいって言ってもらえるタイプですね、はい。それってなんか教えたわけじゃなくて、まあまあ聞かれれば教えるんでしょうけど、そうですね、大体見て、まあ、見て結構やっぱり見てたん で娘がちっちゃい時は僕も自宅でずっと絵を描いてたんで、やっぱりそういうの見てたっていうのもあると思うんです。僕は万人受けする絵を描くタイプなんで。ああ泉さんの絵はね、めちゃくちゃうまいんですよ。ああ、なんか持ってくればよかったな。そう、誰が見ても、なんか、ああ、うまいねって言ってもらえるような、万人受けするようなものしか描けないんで。すごいですよね。そういうのを表向き描いてて、実は超マニアックなのを誰にも見せないで持ってるとかっていうことは、ね、まずその、若い時に作品として発表してたのはそういうやつなんですけど。ああ、現代アート的な。そうそうそう、はい。そんなもん全、何の金にもならないんで。わかんない、これからの時代、はい、ちなみにちょっと僕からの質問としては最後なんですけど、なんか、まあ、周りにアーティスト的な方がいっぱいいるんで娘になんとなく触れさせてはいるんですけど、子供にアートを、まあね、ご自分で体現できる方は別ですけど、見せたりその体験させたりするときになんて言うんだろう、聞かれるんですよ、あのこれどういうこととか。でもなんか僕的には自分で見て思ったことでいいんじゃないって思うんだけど、でもすごいしつこく聞かれた時に自分の解釈を言おうか言うまいかっていうの結構いつも悩んじゃって。どうされてますか？僕はまあ自分の解釈は言いますけど、あの例えば展覧会とか見に行く時に選ぶのはできるだけわからないものを見ようと。あの子供向けにっていうと大体なんか絵本の原画展とか、なんかこうキャラクターなんかこう、分かりやすい感じのものが、ね、ムービーがとか、リサとかスパールがとか、そういうところに子供連れて行きたがるんですけど、皆さんでも多分あんまり子供興味ないんですよ、そういうの。連れて行くとパッと見て、ね、ああもう見たからもういいってなるんですけど、でも本当に現代美術って言われるわけわかんない美術があるようなそういう作品展を見に行ったりするとすごい食い入って見たりすることもあるけど、何を見てんだろうって僕は思うんですよね。何が引っかかってるんだろうって、そうそうそう。それはすごいやっぱあるんで、自分自身がわからないって思ってるものを一緒に見に行く方が楽しいと思います。で、子供に何って聞かれても自分なりの解釈でしか言えないけど、そこに正解ないじゃないですか。なんか、まあ、はこうなのかなっていう風に感じてるけど、どうって言って、なんか面白いのあったとかっていうと、全然違う答えが返ってきたりするんで。お互いのディスカッションとか議論が生まれるものが。わかんないからディスカッションできるけど、なんかもうね、見るから確かにね、キャラクターがあって、入って、あ、可愛いよねで終わってしまっちゃうんで。確かにやりとりが生まれない。なるほどね。そっか、その、泉さんはじゃあ、この子が何に興味を持ってるんだろうっていうのを結構観察してたりする。そうですね、はい、あとやっぱり聞きますね。なんか面白いのあったっていうの、なんか興味あるのあったっていうのを聞くようにしてます。お子さんって答えますか？答えますね。あ、そう、まだ、いや、僕は中学生、あ、いや、でもちっちゃい時でも答えますよ。答えます。いや、うちの子まだ答えるんですけど、中学生ぐらいになった時に親と旅行とか行った時にどうって言われるのすっごい嫌で、あ、なんで俺の感想言わなきゃいけないのみたいな。思春期的なあれがあるんですかね。そっか、でもやっぱ聞きたいから今聞いてるんですけど。そうですよね。聞いて先に言ったらいいんじゃないですか、浩二さんの感想は。俺こう思うけど、どう。なるほど、なるほど。全然違うかもしれないし、ね、いや、聞きたいな。違ったら面白いですよ。面白いですね。違うんでしょうね。そう、多分違うし、だからその違う意見を言ってもいいっていう空気をずっとこう作っていくっていうのが大事だと思うんで。確かに、何でも言えるじゃない。なるほど、ありがとうございます。参考になった。なんかありますか、ね、会場からの。いくらでも多分切り口はありすぎると思うんですけど。質問じゃないんですけど、はい、
こう教育の話をしている人たちってみんな100人100通りのことを言って、はい、こうあるべきの話をする人たち多いんですけど、なんかそれがすごくなくてめっちゃ力抜けてるっていうのが僕はすごい感動してる今日のポイントありがとうございます。自然体感じがあって、そうなんかそれは多分僕が教育を専門で勉強してるわけじゃないからだと思います。なんか肩肘張って論破しに来ようみたいな人たちすごくたくさんいる感じがいつもあって、なんかその窮屈さすごい嫌なんですけど、なんかそうじゃないのがなんかすごいなんか新鮮で、確かそれはなんか僕は楽しいやつでしたね。結構僕書道をやるんですけど、はい、書道ってお手本があって、はい、このお手本に限りなく近づけたらうまいってあるんですけど、なんかアートってそれがあんまりなくて、はい、うまい下手はあるけど正解っぽいものはあんまり求めてないっていうところが、もうそもそもスタンスとして違うんだろうなってところも、なんか僕の中ではちょっとあっっていう、うん、日本人ってその Q とか段とか好きじゃないですか、はい、いや確かにここまで行ったら何みたいな、はい、そうそう、それも楽しいからいいんですけど、資格とかもそうですけどね、そうじゃない楽しさみたいなのをなんか今日すごい感じてる。いやなんかね、全てが受け入れてもらえそうな感じがいいですね。確かに見てほしい違ってもいいんだっていうのがすごい伝わってきた。うん、多分裏側には自分が違ってもいいんだけど認めてほしいっていうのがあるんだと思う。でも人は ねありますよね、やっぱり誰しもいます。新しいところが、はい、子供たちもなんかピンピンして、でお母さんたちも全く挨拶を交わさない。でそれで妻と一緒に園長先生が反抗みたいな感じで話したし、でも全然先生もなんだろう、なんかなかった。やっぱり最初ぐらいに急いで申請をして、今は保育園逆で1年以上離れてない。はぁはぁはぁ、確かに奥さんすごい。あ、じゃあその話はね、後で聞きましょうか、配信終わったら。そうですね、ゆっくり、うん、うちの場合は多分ね、だいぶ諦められてるんだと思う。好きにすればもう何言っても多分ダメだと思ってそれも受け入れですよね、うん、あなたがそう行くなら受け止める。うん、すごい。ありますあります。そうね、ほんとここも「テッカスタム100ライブ」っていう、はい、テーマコンサートですけど、結局自分がどう生きていきたいかって自分で語れるっていうことだけしか大人って渡せないのかなって思って、うん、でも親はやっぱり幸せになったし、ね、心配がゆえに、うん、まあ親の英語的なものを押し付ける現状とかに行って、なんかみんなそういう世界になったりするなって思ってきて、ね、まあ、それをなんかこう女性の母親目線で言うのと、また男の人がそういう地位もね、社会性もある中で伝えてくれるのはまた違うので、本当にまさにスーパーの人なんかね、
しまう。それは子どもたちに対してもそうだし、そこで働くスタッフに対しても僕の考えを押し付けるんじゃなくて、僕はこう思ってる、でこういうのがいいんじゃないかって思ってる、でそれに対してじゃあどう思うのっていうので意見を出してもらって、それが僕を説得できるような内容だったら、じゃあそれもやってみようとか、そこに合わせてみようっていうことは言えるし、それがないとなんか結局、例えば、まあ、浩二さんが僕のスタッフだとして、僕はこう思うからこうしてください、でも本当は違うことを思ってるのに言われてるからそれをやってるっていう人が、子供たちにどうやって主体性とか自由にやっていいよっていうことを伝えるんだって、すごい、それはやっぱり大人が、そこに関わってる大人がみんなやっぱり自分で考えてこれがいいって思うことをできるような環境じゃないと、子供たちにその良さを伝えれないって思うんですよね。なんかそこだけはやっぱりこだわってやってます。なるほど。会社も同じだと思ってて、そうですね、会社もそうだと思います。子供がいる時に嘘つけないんですよ、大人って、子供の前では。だからやっぱり、なんていうんですかね、男の子がそのスーツで来てくれるようなシーンの中に子供たちが共生してるっていうのがすごい世界にとってもよくて、男の人もそうじゃないと鎧なんかね、社会もふとした瞬間生きづらさも多分感じてる人たちの中で、だからなんかこう保育園だけじゃなくて社会全体が子供中心になっていくとすごくいいなと。確かにね、鎧は脱げますよね、子供の前では。確かにこうやっぱ気張ったりもしますし、こういう時はこの自分でいなきゃみたいな、そういうね、男性の頑張り方ってすごい尊敬するんですけど、かっこいいですよね。鎧着るの大好きでしたから、あいかに鎧着てる俺かっこいいみたいな、ね、そうすると自分解放できなくなってくるんですよ、ね、だんだんね、縛られてきて。どういうタイミングでこう外せる時が来る。僕は外しに行ったんです、会社を辞めた時。だからそれは価値観から抜けないと死んじゃうと思ったんですけど、なんかその鎧を脱ぐ苦労はすごいあったから、それはまた次のちょっとじゃあまた、はい、またじゃあ鎧を次回ですやり方が知ってもらったらいい。鎧の脱ぎ方みたいな、その力を入れないでずっと布の服で過ごしてるドラクエの人がいたからすげえなと思って、なんか僕はそれに結構感動してっていう。そう、さっき言われてた、そのやっぱり親として子供に幸せになってほしいからこうして、こうしたいとかこうしてほしいみたいなのがあるっていうお話だったんですけど、でも結局そのこっちがこうしてほしいって思ってることで子供が幸せになるかどうかが分かんないから、じゃあ僕らにできることは今幸せな自分を見せることぐらいしかないのかな。素晴らしい、出ました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 。だから自分たちがみんなね、やりたいことやって幸せに生きてたら、それ見て子供たちはいいなって思ってくれると思うんですよ。でしかな、自分が幸せだよってね、はい、自分から、何事も自分から。やっぱりそれがわがままなんじゃないかとか、こうあるべきなんじゃないかとか、ね、なんか母としてどうなんだろうな、本当解放したい、みんな
リラックスしようね。いいですね。確かに。鎧の脱ぎ方、次回。やばいすごい。次回いいコピーが。そうですね。やっぱりそういう経験をしたことがある人って強いと思うんですよ、やっぱり。僕ら多分鎧着てない人なんで。いやいやいや。その良さと。どっちもね。すごい。最後にあの1個は子供のアートっていう名前がなんか由来というかあるんですか、はいはい、まあ、子供はわかるんですけど、はい、子供と物とアートを大事にしたかったんです。物とアート、あ、物か、はい、子供の物とアート、はい、子供のアート、そうです、子供のアートって、まあ、多分大人も10回ぐらい続けて言うと子供のアートになると思うし、あの当時多分うちの子がまだ3歳4歳ぐらいだったんですけどに、あの子供と物とアート、子供のアートって名前にしようかなと思うんだけどどうって聞いたら、うん、子供のアートって言うから、何回言っても子供のアートになるから、あ、じゃあ子供が言いやすい名前の方がいいよねっていうので、子供のアートって。なるほど。はい、じゃあ、はい、だいぶいい話聞いちゃいましたけど、いい話すぎて、ちょっとこの後がまた楽しみ、ね、この後深い話を掘り下げていきましょう、はい、今回のゲストは子供のアート代表、あ、子供のアート代表じゃないのか、子供のアートが保育施設で、うん、いや、アトリエも、まあ、子供のアート代表でいいです。子供のアートの代表の泉誠さんでした。ありがとうございました。はい、飲みましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。